行っちゃう、なんだ。お兄ちゃん、今日ここは貸し切りじゃん。なんだ。え、いや、そんな入ろうともしてないのに。わしらは今むしゃくしゃしてるんじゃ。悪いこと言わねえ、別の道を通んな。おられる道を塞ぐとは親のしつけがなってねえんだ。ガキと同じだね。なんだと、この野郎。おい、今なんて言った。俺たちをゴンダバラ組としてて言ってるんだろうな。聞こえなかったか。お前たちはガキと同じだと言ったんだ。ふざけやがって、なめを言いやがって、ぶっ殺してる、はい、で誰が話してるのか分かんないんだ。ヤクザ1、2とか言ってくれればせめて声使い分けられるんだけど、みんなヤクザになってるから、ね、たまたまぶつかっただけなのになんかね。あ、ちょっとちょうどいいなと、ビールケース買おう、はい、これだ。おお、あ、やばい。あ、ドロップキックも持ってないのか。まずいな、マジ。この初期の戦闘に慣れるのが大変だね。よし、OK。せめてドロップキックはもう打ちたいな、もう。まだ打てないのかな。やっぱ飛び道具欲しいですよね。もう、なんだろう。いかつい男、バカだれ。貴様ら誰に喧嘩を取るんじゃい。ん？あ、ってことはキリュウの正体知ってんのかな、この人。相手を見てくだまかんかい。うちの若い者が失礼したの。わしがゴンダバラ組の組長じゃ。それにしてもいい腕っぷしじゃの。あ、知らないのか。惚れ惚れする強さじゃ。言っておくが、突っかかってきたのはこいつらの方からだ。ハッハッハ、構わんで。わしはあんたの強さに惚れ込んだんじゃけど。じゃけど、広島ペン、ちょうど馴染みの店に来よったところじゃ。どうせ店は貸し切りじゃけ。遠慮はいらん、わしのおごりじゃ。遊んでいけ。店員は若くていい女ぞれ。もちろんサービスはスペシャルじゃ。ん？なんだ？なんか店に入る感じになってるね。Be my baby。はい。よう来たの。うん、はい。なんかコンプレックスの歌みたい。たっぷりサービスするよ、わしが言っとくけんの。しっかり楽しんでいきんさい。日頃たまったもんを解消するにはこれが一番やけん。なんか入る感じになってるね、もうね。ここはパラダイスじゃけんの。何って、キャバクラかな。じゃあ、なんだろう、なんだろう、ん、え、なんだ、ここはなんだ、みんな、え、おしゃぶり、おしゃぶり、あ、これもしかしてイメクラみたいな。はじめまして、マチコです。急に来たよ、なんか。なんだこの展開は。言ってイメージクラブじゃないかな。お客さん、お名前は、ん、お名前は、ん、キリュウだ。まあそこはね、いいんじゃない。そこは疑問持たなくて、キリュウだ。下の名前は、いや、そこまではちょっと言わなくてもいいんじゃないか。キリュウでいい。そうだね。ここはね、キリュウでいい。フルネーム言う必要ないね。ダメ。ここで私の言う通りにしないとダメよ。教えて。カズマだ。キリュウカズマ。カズマ。じゃあカズマ、カズくんね。カズくん。カズくんは、おっぱいとミルク、どっちがお好み？え？何を聞いている？え？おっぱい、おっぱいっていうのもちょっと、何を聞いて、まず何だか分かんないもんね、ここがね。何を聞いている？カズくんの好み。うん。だから、あ、
だからどうしてそういう質問になるんだ。そうそう、わかんないもん、ここがなんだか。母乳か哺乳瓶か選んでもらってるの。ああ、そういうことか。子供でもいるのか。うん、いるわよ。私の目の前に大きな赤ちゃんが。あ、やっぱりそうだ、そうだよ。うん、うん、さあ早く脱ぎ脱ぎしましょうね。ママがおむつ替えてあげまちゅよ。それともおっぱいが欲しいでちゅか。あ、やっぱそうだね。おっぱいおっぱい。こんなストーリーあったの？サブストーリー知らなかったな。たまたまぶつかっただけなのにね。やめろ。あ、あ、なんだ。え、まさか見たくない光景。あ、どうや、楽しんどるか。なぜかここで声。最高のプレイヤーろ。何もかも忘れてたっぷり甘えてえんじゃ。すすむちゃん、勝手に外したらダメでちゅよ。すまないが、俺の趣味じゃない。悪いが帰らせてもらうぞ。あたんかい悪い。あれ、どうした。わしの行為を無視するとは。いい度胸やないき。わしの高尚な趣味をバカにするやつは許しておけ。え、お前ら、あいついてもたり。おむつで怒ることないじゃんね。だってね、趣味に合わなかったんだもん。しょうもね、こんな笑みに。なんだよ、それ親切の教えてくるんだよな。こんな おむつのやつらにやるとマスダイまでが足だな。まずいまずい、結構やばいぞ。でも本当にまずい。ないよないよ、死ぬ死ぬ死ぬ、やばいやばいやばいぞ、やばい、本当にやばいぞこれ。くそ、こんなおむつのやつらに負けたら。まずちょっと一人ずつ、あはぁ、潰されるし、これダメだ本当に。体力、まずいまずい、危ねえ危ねえ、もう虫の息じゃねえか。もうよし、これでいいや。あ、これほんと強いよこいつら。なんで、よし、あ、これこういうの、これですか。あー、くそ、あ、ジャーマン食らうし。ちょっともうか、ちょっと人が多すぎる。あ、まずい。ちょっと強い強いよ本当に。まずい、まずい、死んだ。何、ちょっと強すぎる、強すぎるよ。あ、再挑戦、はい、うん、まあいいや、これはダメだね。ちょっと周りの道具をちょっと使おう。こういうものを、うん、そうだ、最初からこういう、あれ、それで、ああこれ、しかも再挑戦なのに体力はマックスじゃないんだね。あ、これ、あ、組長か、強いのこれ。どうも強いと思ったら、いや、はい、うわ、これ本当どうしようか。ここクリーできない可能性あるぞ本当。ほら投げらんないしね。嘘嘘嘘嘘嘘、なん
何なんだよこいつら。もう掴まないで行こう。これ夏で行こう。よし。ああ死ぬ死ぬ死ぬ。すごい苦労するぞここなんか。なんでこの、うわあちょっとちょっと。すごい連打してるのに離してくんないしね。あ、なんかウリボーみたいなの。これ、ほら。キュートなブー。硬いし、これ。ほんと、嘘手すげえ疲れる、これ。この戦い。よし、終わったか。あ、虎落としとか使えればね。疲れるまだまだあるぞ。あ、まだもう、ひるまないよ、ほんとこいつまだ、いけるよいしょ。あー、疲れた。すごい苦労したぞこれ。なんかあんたが好きなことが他人も好きとは限らねえんだ。しかもフルボイスだしね。だからこんな子守はもうごめんだぜ。かこれはだから2なんだまだやる気か。いやそうじゃありません。一言お礼を言いたくて。で、ええ、実は俺たちもあなたと同じ気持ちだったんです。あ、組員ね。あ、いやいや、やってたことか。けどこの世界は親が絶対なんです。あ、いやいや、付き合わされたってことか。ええ、その通りです。そっか、これに懲りて組長の趣味も収まるといいんですけど、などいいがね。はい、あ、結構もらったんじゃないこれ、経験値ね。これでだいぶ強化できると思うよ。あ、16もあるもん。これでいろいろやろう。あ、ドロップキックやっとできる。よしよっしゃ、 OK、 ドロップキック。あ、小牧流もクイックスタンド、ボタン連打と左スティック連続入力でのダウンからの復帰に要する時間が、あ、これもいいな。うん、はい、こんなもんだね、はい。いや、しかしもう、こんな何でもない敵にここまで苦労するってことはもう、やっぱり装備品整えたいな、もっと。ここになんかいますね。ここなんか、これ違う？ほらほらほら。なんだ？サブストーリー？はい。なんだろう？ん？お兄さん強そうだね。でも世の中、上には上がいるんだよね。これ殴らせ屋じゃないの？なんだお前は。なーに知らないの？遅れてるなお兄さん。この辺じゃ有名だよ。喧嘩屋かな？ああ、そうだ。30秒間で俺に一発でも攻撃を与えられれば5万円あげるっていう勝負してるの。うん。ま、こう言っちゃなんだけど、200戦200勝の負け知らずなんだよね。いい加減、この商売に飽きてきちゃった。かなーって感じ。うん、参加費1回5000円もらうけどどうやる、うん、5000円か。ならばやってみよう。よしやろう。ちょっともうちょっと鍛えてからが良かったかな。5000円払っちゃったら。でも、うん、でも5万円もらえるんでしょ。だったら
10回チャレンジするうちにね、1回成功すればいいわけだから、元取れるわけだから、パツでも当たればなんとかなんじゃないの。手ごわいな、やっぱり。お、当たった当たったよ当たったよ、意外とトリッキーな攻撃が効いたな。おお、すっげえ。待てよ、こいつマジで本気になったらやばいな、強いぞ、これ。米野郎みたいなんだったら。かっこいい。くそ、これ賞金だ、持ってけよ。お、素直にくれた？大丈夫かな？あの人格闘家？絶対プロだよね。ねえねえ、マークもやってみれば？いや、俺やったらおじさん死んじゃうし。くそ、まさか出られるなんて。はい、くれたね、うん、大丈夫かな、この人素直に引き下がんの。どっかでなんかね、待て、あの時の5万円返せみたいになんねえかな。これは大丈夫かな、ちょっとそれが心配ではあるんですけども。